国民一人ずつにですね、その毎月10万円配っちゃおう。あれ、これあの、お金配りおじさんの話じゃないんですよ。国家事業なんですけどもですね、それならまあ、たまにバイトするだけで食えるし、あと、子供が生まれたとしても、その子供にもですね、一律毎月10万円もらえるわけだからですね、シングルマザーでも、あの、一人子供を産んだら毎月20万円もらえることになるんですね。だから、あの、絶対に育児できるんですね。これがベーシックインカムという考え方、最低所得の保障制度というですね、考え方です。 もしベーシックインカムを導入したら僕らの社会はどうなるのかというですね思考実験なんですね。光と影の部分。多分こういう悪いことが明らかに起こるよ。それはみんなが働かな,るな,るなくなるとかですね。そういう当たり前のことじゃないんですけれどもですね。それを考えていきます。ちょっとあの怖い話もなっていますので、もう働きたくないベーシックインカム大賛成という人もですね、ちょっと一旦落ち着いてですね、それでも本当に望むのかと考えてみてください。ベーシックインカムを売って、 何かっていうとですね、えー、国民一人一人にですねお金を渡してしまってそれで、えー、生活費にしなはれよっていうですねまああのシンプルな考え方なんですねで、えー、なんで今こんな話をするのかっていうとフィンランドでですね一応その国民投票みたいなものをやったそうなんですけども一応7割ぐらいですねあの導入に賛成してるんで多分導入するんじゃないかというふうに言われてるんですね。 で、えー、一人当たり月額800ユーロ、つまり、えー、11万円っていうのをですね、支給するというのをですね、まあ実験としてやってみようと。まあ、すごいですよね。えー、一人当たりですね、毎月毎月11万円を支給してしまうと。で、もちろんこれには議論もあってですね、まあみんな働かなくなるとかですね。でポジティブな意見っていうのがあってですね、ポジティブな意見っていうのは何かっていうと、生涯生きてる限り毎月11万円もらえたら、みんな 貯金するよりはお金使うようになるから経済が一気に活性化すると。これもそうですよね。あのー、確かにその通りですね。えー、生涯、みんななんで貯金するのかとかですね、あのー、いろんな政策をやってもですね、例えば日本でも不景気がなかなか収まらないのかっていうと、企業内の留保金っていうのもあるんですけども、それ以上に個人の貯金で全く動かない金っていうのが2800兆円ぐらいでしたっけ なんかそれぐらいあるんですね。2810円ぐらいあると。で、これをベーシックインカムを払うことによって、あれそれだったら別に貯金あんまりしてなくてもいいやって言って、みんな貯金をどんどんやめて、目先の楽しさでお金ガンガン使うようになると、経済が一気に活性化すると。いう、そういう読みもあるのでですね、言われているメリットの中にはそういうふうなものもあるんですよね。さて、その代わりですね、あの、まあフィンランドが言ってるのはですね、えー、福祉予算ですね。 とりあえず国民に対する福祉っていうのをですね、月額11万円払う代わりに全て停止するって言ってるんですね。で、この全て停止するっていうのがどこまで停止するのかっていうのが多分、まあ肝だ。これからやるところなんですけども、これ僕らの例で言ってみるとですね、月額11万円支給してくれる代わりに公的援助が一切なくなる。例えば国民保険もなくなるかもしれないですね。で、年金も当たり前だけどなくなります。 ひょっとしたら教育費とかの公的援助、つまり公立の学校というのも全部なくなってしまうかもわからない。つまり全てが自己責任になると。その代わり国がおぎゃーと生まれてから死ぬまで絶対に毎月毎月11万円くれるというですね、なんかそのなかなか悪魔の取引っぽいですよね。じゃあ毎月毎月11万円で暮らせるのかって言われると、誰が毎月毎月11万円だけで暮らせと言いましたと。 結婚すりゃいいじゃないですか。そしたら二人で毎月22万です。子供作りゃいいじゃないですか。子供三人作ったら、嫁さんと子供三人で毎月55万ですよ。食えるでしょって言われたら、確かに食えるよなというようなことになってくるんで、まあまあ人口がだんだん減ってる国に対してはですね、それはもう、あの、簡単に国民一人当たり11万円って言われた瞬間に、はって思いつくのは、じゃあ子供作れば作るほど得じゃんっていうふうに思うわけですよね。さあ、 どういうふうになるんでしょうね。フィンランドの実験に関してはですね、ちょっと、あの、経済の偉い人に話を聞いてみたんですけども、意見いくつかありました。まず一つ目はですね、あの、もともとフィンランドはですね、11万ぐらい払ってるっていう意見です。つまり、 北欧の国っていうのはですね、社会保障がすごいので、実は国民に対してですね、一人平均11万円ぐらいすでに払ってるっていうんです、ね、社会保障の金額落ちて。なのでそれをもう現金でポンって渡すことにしたらですね、かえって予算があの少なくて助かる。あの、経費が少なくなって助かるよって考え方もあります。で、次にですね、言われたのがですね、北欧の国っていうのは実は、その、 ユーロ圏ではないと。ヨーロッパの中でですね、ユーロ圏でそんな実験したら偉らいことになるんだけども、北ヨーロッパというのはですね、他の国に,に比べて格絶されてると。なので、実験にしがやりやすい 例えば日本でベーシックインカムやったらどういうふうになるのかっていうのは先の予想がつかないと。まず人口が1億3000万人もいて、そんなところでやったらどんな影響が出てくるのか全く分かんないし、それがアメリカでもですね、ドイツでも、たとえばギリシャでも同じなんですよね。その周りの環境を受けやすい国でやったらですね、他の国がどういうふうになってくるのか、移民とかどういうふうにするのかっていうのがもう全然読めないんだけども、ところが、 なんだろうな。フィンランドみたいな地の果てのような国っていうのはですね、経済学者に言わせれば、あそこはもうフラスコとか試験管と同じですよと。いわゆる、あの、化学反応がはっきりわかりやすい。 言い方悪いけども、フィンランドで実験しても何の意味もないですって。フィンランドで実験したら、それは経済学者が言う通り、消費が増えるだろうし、国民貯蓄率は減るんだろうけども、どんな恐ろしいことが起きるのかというデメリットっていうのは、ほとんど出てこない。それはなんだかと,いうと、隔絶された環境だからだと。ただ単に、あ、社会保障費が安く済んでよかったねっていうような実験しかならないので、あんま面白いことにな,ならないと思いますという意見が二つ目。三つ目はですね、あの、 ありゃなんか人口が550万人だからできるんだよと。GDP が20分の1なんですよ。日本に比べて。で、その代わり人口も20分の1ぐらいの、えー、国でありましてですね。すごいコンパクトなんですよね。で、えー、こういうコンパクトな国にはベーシックインカムみたいな大規模な社会実験っていうのかなっていうのはできるんだけども、日本みたいな大きい国には、まあ、 人口が大きいので影響が大きすぎると反対する勢力もすごく大きすぎるんでちょっと向いてないというふうな意見がありましたんでですねなかなかこれが僕らが生きてる間にですね日本でされるかどうかはわからないんですよねでまああの経済学やってる人とか社会評論家っていうのはですね基本的に現状肯定の人が多いんですよつまり自民党政権はまあこのまま行くだろうとかですね あと、え、官僚の力は強いから、あの、それがな、あの、減るなんてことはありえないというかですね、完全なその現状、追認型の人が多いんですね。今、日本ではですね、そのベーシックインカム制度っていうのは、いろんなところで議論されてるくせにですね、まともな参考書がほとんどない状態なんですよね。で、さて、僕らの生活に導入されたらどうなるのかっていうと、まあ、働かなくなるんでしょうね、大部分の人は。で、今、その、なんだろう、 ご飯を食べるために、生きるために、バイトをやってる人たちっていうのはほとんど仕事をしなくなると思うんですね。それは、なんだろうな、時給800円とか900円とか1000円のために、深夜の牛丼屋で働くなんて真っ平だっていうふうに思ってる人たちは、もう月11万円もらえたら、正々堂々とですね、仕事を辞めちゃうと思うんですね。で、その代わり、あの、やりたいことをやるために、 えー、時給200円とか300円ぐらいのバイトをする人は結構多いんじゃないかな。例えば、毎月11万円もらったら働かなくてよくなるんですけども、それを言い出したらですね、大学生は大学に来ないはずなんですよ。例えば大学ではですね、あの、いちいち出席取らないよと、レポートだけ出せ,だだけ出せばいいよとか、試験さえ受ければいいよっていう科目がかなり多いですよね。でも大学生は大学に行くんですよ。 それは何かっていうと、大学に行かないと不安だからですよね。あと友達もできないから、誰かに会いたいからですよね。なので、実はベーシックインカムが導入されて、僕たちは働かなくて良くなったからといってですね、職場がなくなっていいわけではないと。つまり、職場的なものは絶対に欲しいし、その誘惑を断ち切って、家で延々絵を描いたり、アニメ見たり、 だけできる人っていうのはあんまりいなくなるんではないのか。あんまりいないんじゃないかなっていうのは僕の読みなんですけど。で、次にですね、なんだろう。たった一人で11万円もらって暮らすとかなり質素な暮らしになるんですよね。あの、11万円という金額は、例えば東京だったらまあ5万ぐらいのアパートに住んで、で、その他光熱費とかですね、ネット代とか払ったら、まあ1日あたりの小遣い1000円、食費含めての小遣いが1000円か1500円ぐらい。 っていう生活なんですよね。でそうするとまあなんとか食っていけるギリギリラインの生活なんですけどもなってくるとちょっと条件が自分の好きな条件のところで働きたくなってくるだと思うんです。まあみんな田舎の方へ流れていくのかそれともベーシックインカムがあるから日本中好きなところに住めるからこそ東京でちょっと無理して暮らしてみようかとかいろいろ人分かれると思うんですけどもちょっと稼ぎたいなさっき言った大学に行かない学生は実は少ない。 っていうのと同じようにですね。ちょっと働いてみたいっていう人がやたら増えるので、そういうちょっと労働っていうのがすごく増えるだろうなっていうふうに思います。フィンランドで導入されるかどうかわかんないですけど、まあ国民投票で一応あの7割ぐらい賛成って言ってるから、多分ね、導入されるでしょう。で、僕らは多分それが日本で導入されると、週に2、3日働いて、で、その代わり、 えー、みんながあんまりやられたくないような職業っていうのは逆に言えば時給を増やすしか対抗手段がなくなってくる。まあますます週に何日かだけ働くようになりますよね。で、えー、毎月毎月11万が保証されてるからあんまり貯金する人はいなくなってくるだろうと。ということと同じように、あのルームシェアとか結婚とか子供を作る人がやたら増えてくるだろうと思います。まあそのあたりが 大きく社会が変わるところで誰かねそのベーシックインカムの制度が導入されたら社会がどうなるのかっていう SF 書いてくれりゃありがたいんですけどラノベでも読みますからですね萌え系でも読みますのでやってくれればいいなと思うんですけどもそれはもう一つはね闇の世界でいうとうん働きたいんだけども能力がない人間っていうのを徹底的に多分排除する社会になるんだろうなと思います。今でもその うん、福祉政策というか、それの一環でですね、例えば車椅子の人も働けるようにとかですね、あと、えー、宣伝的な障害がある人でも働けるようにみたいなものが一切なくなるわけですね。つまり、役に立たないやつは11万円もらって遊んでろっていう制度なんですよ。 ベーシックインカムというの。僕らは11万円もらって遊べる世界だというふうに考えるんですけど、そうでなくて、優秀な人間だけが生産をやり、で、えー、優位に立ち、いい生活をするので、そうでない人間は最低食っていくだけは保証してやるから、もうせめて邪魔しないでくれと。会社に入らないでくれと。会社、企業っていうのは有能なだけの人間と、 ロボットとプログラムだけで運営したいと。それ以外の人間を無理やり雇用するなんていうことをやりたくないので、えー、お前らは毎月11万円っていう手切れ金払ってやるから一生遊んでてくれよと、そ代わり、なんだろうな、丸の内には来ないでねっていうような世界ではあるんですよね。そのベーシックインカーにも光と闇があるっていうあたりが SF を書くときに、 ベーシックインカム小説を書くときの、なんだ、面白さだというふうに思うんですけどね。だから、働きたいっていう人は、あの、いわゆる声優になりたいっていうのと同じで、今僕らは声優になりたいとかアイドルになりたいっていうふうな女の子たち、男の子たちを生温かい目で見てるんですけども、それをベーシックインカムが導入された世界では、働きたいとか人の役に立ちたいというのに対して、ひょっとしたら社会はみんな生温かい目で見るようになってですね。で、それを、 なんだろうな。そんなことができるのは一部の優れた人だけだよっていうような形になっていくんじゃないかなっていうのがこのベーシックインカム制度の恐ろしいところだと思います。これは言い方を変えれば国民を全員奴隷制度にする、労働なき奴隷制度ですか。自宅待機という奴隷労働を強いる社会とも言えるし、あとなんだろう。多分僕らの中の3人に1人ぐらいはですね、心が弱いのでですね、 なんだろうたった一人で毎月11万円もらって好きに生きていいって言われたら好きに生きることに耐えられないんですね。じゃあ毎月11万円もらったらその11万円を預けることによって一緒に生活するような団体に入るんじゃないかな。いわゆるその 家族じゃないんですけども、ルームシェアみたいのをしてて、そこの家賃が11万円とかですね。まあ9万円ぐらいなんですよね。9万円の家賃でまかない付きで,で、そこに入ってると9万円のお金で、毎日毎日住むところがあって、適当に掃除当番とかして、で、ご飯当番も順番にして、で、ご飯作って、で、2万円だけ自分の、えー、小遣いとして持っていて、それを使うという生活になっていくんじゃないかな。そうやって、 どういうふうにして暮らしていこうっていうのは誰かに決めてもらってっていうコロニーが日本中でこうボコ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 できるんじゃないのかなと思うんですね。ベーシックインカムのなんか好きに生きれる社会っていうのはちょっと僕らにはなんだろう。負担が多すぎるような気がしてるっていうのも まあ、その SF を誰か書いてくれるとしたらですね、ぜひともそこに入れてほしいなというふうに思います。2017年から18年にフィンランドで行われたベーシックインカムの実験ではですね、受給された人、結論だけ言いますね、受給された人の労働意欲はそんなに変わらなかった。受給前に比べて変わらなかった。で、そ、まあ、その割に幸福度は増したっていうですね、まあ、そういうポジティブな結果が出ています。しかしですね、これはあの、研究者からはですね、割とあの、 意味のない実験だったと言うと2年間かけたけどっていうですね、声が出てるんですね。で、なんでかっていうとですね、まず実験で対象になった人がですね、無策に選んだ人ではなくて、フィンランド国内の失業者だったんですね。失業者2000人に対して実験されたと。で、まあ、この時点でですね、ベーシックインカム、もベーシックって意味が持つですね、あらゆる人にっていうのがです、ね、もう 崩れちゃってるわけですね。単に失業手当のですね、あの、受給方法を、配給方法を変えたらどうなるだろうかっていうですね、それぐらいになっちゃったんですね。で、あとですね、受給額の問題もあります。結局ね、受給されたのが月560ユーロですね。まあ、7万円程度なんですよ。で、そうなると、まあ、フィンランドの物価はよく知らないんですけども、 これで食っていけるかっていうと、ちょっとこう怪しいわけですよね。あんまりベーシックインカムの実験にはならなかった。残念ながらということです。でもね、あの、一つ成果が上がったのが、マイナスの所得税っていうですね、概念があふり出されたことですね。1960年にですね、経済学者のですね、ミルトン・フリードマンという偉い人がいるんですけど、このミルトン・フリードマンが提唱したですね、課税システムなんですけども、も思いっきり乱暴にあのまとめるとですね、 所得がゼロに近づくほど納税額もゼロに近づいていくる。これが今の所,あの所得税システムですね。で、あの、で、フリードマンが言ったのはですね、これに対して特定のバランスっていうのを決めてしまうと、バランス所得を決める。例えば、その、まあ、いくらでもいいんですけどもですね、そのバランス所得を下回る所得に関しては、マイナスの所得税。つまり、所得税ということはないんですけど、与えてしまうと。 で、例えばその年収がですね、250万だとしたら、年収250万以上の人は、その250万を超えた金額に対して所得税をかけると。で、250万、249万以下ですね、以下の人に対してはですね、その250万に対して、マイナスの部分、赤字の部分を国がですね、補填して、マイナスの所得税として払ってあげると。こういう考え方があるんですけどもですね、なんかその、 シンプルなこれ福祉システムだけども、これをマイナスの所得税と考えるという発想は、個人的にはちょっと面白かったので、このフィンランドの実験で、まあの、フリードマンのですね、このマイナスの所得税という概念がちょっと浮かび上がってきて、議論になったのは面白いと思っています。まあ、あの、いろいろですね、ベーシックインカムに関してはですね、いよいよ国民が増えてきて、で仕事がなくなってきてですね、まあ、国民が あ日本みたいに増えるだけじゃなくて徐々に減ってくるんだけどそれ以上に仕事自体もなくなってくる国っていうのは導入をある程度真剣に考えざるを得ないもしくは議論をちゃんとやってじゃあそれに変わる方法何かあるのかっていうのを話し合うっていう時期に来てるんじゃないかと思います。